こんにちは、早川です。今日はですね、11月3日、文化の日ということで、学校とかですね、公民館とかで、まあ、いろんなところで文化祭とかが開かれていたり、まあ、あと屋外のイベントが結構たくさんある週末になっておりまして、まあ、ちょっと地域メディアをやっている身としては取材をしなきゃというところで出かけてきたんですが、まあ、ちょっとすでに午後時間が経っていて出遅れって感じですね。で、今日はですね、こう木更津でもイベントはいくつか開催されているので、まあ、今午後ですけど、夜までかけて、まあ、取材とあと写真動画も撮っていこうと思ってます。会場周辺に駐車場はなさそうなので、まあ、駅の近くの駐車場に止めて歩いていこうと思います。岸田が紹介して割と有名になりましたね。朝日屋スカジャンとかね、ちょっとやんちゃな服が売っております。はい、木更津駅ですね。夕方になると、この辺り一帯にも、灯籠が並びまして、夜灯星という明かりのイベントになりますので、暗くなったらそちらも、撮りに行きたいと思います。約12分ぐらいですかね、駅からひたすら歩いてきましたけど、今日はですね、ちょっとこのカメラですね、もうセットとか荷物があるので結構重かったんですけど、木更津港までたどり着きました。夜ですね、ここで花火があるらしいので、まあ、この竹灯籠があるんで、竹灯籠と、打ち上げ花火の、構図で写真が撮れたらいいなと思っています。目の前が結婚式場のエルシオンさんなんですけども、ここで、ヨトボシマルシェということで屋台というかね、出店が出て、おります。で、再び歩き出しましたが、何はともあれですね、塩浜公園ですね、ちょっとそこまで早めにたどり着かないと、グローカルハピネスという、イベントが行われているんですが、あんまり遅いと終わってしまっていると思うので、人がたくさんいて賑わってる感じのね、イベントのシーンを撮りたいと思っているので、とりあえずまずは、グローカルハピネスですね、向かいます。さて、塩浜公園がようやく見えてきましたけど、さっきからですね、何度かすれ違ってるんですけど、実は駅から公園までシャトルバスも今日は走らせてるみたいなんで、それ乗っちゃえばすぐ立ったんですけども、まあ、一応今日のね、イベントがあるポイントを歩きながら確認したかったので、まあ、あえてこのタイムラプスをね、撮るためだけに歩いてるっていう感じがありますが、ちょっと代償としては相当疲れました。ちょっと撮影の機材も多いんで、夜まで持つかな。はい、ようやく到着、グローカルハピネスです。ちょっと時間遅かったんですけど、思ったより人にぎわってて良かったです。ちょっとですね、ここからは一回りしてきますので、じゃあちょっと見て回ってきます。
から。ほら、邪魔する。よかった。よかった。あれっす。まず、アベラの。6分半ぐらい。